構想上、中村隆信殿、あなたは国内外の新進種や新たな経営手法を積極的に導入し、地域の梶原地継承を実践するとともに、梶の大規模経営の確立と新規就農者の育成に尽力され、梶農業及び梶研究会の発展に貢献された功績は誠に多大であります。よって、後澤健一金賞を表彰規定により、記念品を贈り、ここに表彰します。平成30年3月1日、一般財団法人、長野県会建設会会長、平山崎。席の声を。